シアタースクエアはロッテルダム市の中心部に位置する広場で、周辺には私立劇場、コンサートホール、レストラン、カフェが並んでいる。ステージとインタラクティブなオープンスペースは12.250平方メートルの広場はランドスケープアーキテクトのアドリアン・ヒューゼによって設立されたウエスト8によって設計され、そのデザインは街のスカイラインに向かって パノラマを開く空撃の重要性を強調している。1996年春行。広場のレイアウトは1日において異なる。時間帯ごとに予想される用途とその太陽との関係に基づいており、これらの太陽交代は床に施されている。様々な素材のモザイクパターンにも反映されている。広場の西側は銀の葉を含むエポキシの床で、東側では全長にわたって、 木製のベンチがあり、地面にはゴムや木材のデッキを含む温かい素材で形成されている。天軸青いゾのゼラニウムもこの温かいゾーン内において季節ごとに植栽されている。地下駐車場から15メートルの高さの換気筒が広場にあり、軽量の鉄骨構造でできたそれぞれは LED 表示と活動化させるが、 三つの塔が一体となってデジタル時計を形成しよるには塔内側から照らされ柔らかいフィルターを通した光を広げている。広場の中央には穴の開いた金属パネルと木製の遊び場があり金属パネルは白、緑及び黒の蛍光塔でしたから照らしている。さらに電気や水供給のための接続管やテントや一時的なイベントのためのフェンスを建てるための 施設が床に組み込まれている。夜には蛍光灯が放射の天の川を形成するがこれは上げられたデッキの端の下に取り付けられている線形ライトのため正方形全体が浮かんでいるように見える。広場の最後の主な特徴は4つの油圧照明要素でこの構成は都市の住民によってインタラクティブに変えることが可能。絶好のロケーションであるが 劇場広場はかつては死んだような都会の空間と化し、あまり使用されずに荒廃していた。商業開発において特徴な起伏産物であった、この状況はウエスト8が広場に携わるまで変化がなかったのである。ありがとうございます。